こんにちは、いったんです。実は僕事務所を借りました。はい、今までねずっと家で仕事をしたり、まあ、カフェに行って仕事をしたりしてたんですけども、今回新しく拠点を作りました。ということで今回は一旦の新事務所ルームツアーをしていきたいと思います。はい、今ね撮影してる、まあ、ここはね僕の家なんですけども、まあ、早速今から新しい事務所の方に行って撮影をしていきたいと思います。それでは行ってきます。はい、ということで事務所到着しました。まあ、大阪のね一等地にあるビルの一室なんですけども、まあ、僕がね、借りている部屋はね、まあ、あの小さい部屋なんですけどもね、早速紹介していきたいと思います。はい、ということで見ていきたいと思います。はい、まずこれ扉の前にいるんですけど、入って左側、こんな感じになってて、まあ、ここにねあの服とかかけれる、ハンガーラックを置いてて、で、まあ、あとね掃除できるように掃除機も置いてます。で、まあ、こちらにですね、まあ、会議とか、できるような、まあ、打ち合わせとかねできるような、スペースになってて、まあね、この椅子とかちょっといい椅子買ったんですけどね、あのクッションついてて、まあ、高級感のあるねこういう革の椅子を買いました。で、あとまあ4人掛けなんでね、こういう感じのテーブルを置いてます。で、こっちにね、まあ、ここにホワイトボードを置いてるんですけど、まあ、こういうの使えたりとか、あとですね、まあ、これ偽物なんですけどね、観葉植物置いてたり、まあ、ペン立てあったり、まあ、ここにデジタル時計を置いてますね。はい、でこちらにはね、全身鏡の鏡を置いてて、で、まあ、上にねエアコンがあるっていう、こんな感じになってます。はい、で横行くと、まあ、こっちに一応窓があるんですけど、あのロールカーテンをしてるんで、まあ、ここはね、見えないようになってます。で、まあ、このね右ですね、こっち側、はい、ここにですね、まあ、こんな感じでですね、パソコンデスクがあるんですけども、まあ、その左こっちに、まあ、チェストとこれですね、ウォーターサーバーを置いてます。はい、まあ、これねお湯とあの水と両方出るようになってるんですけど、ここにねコーヒーを置いてて、まあ、お客さん来た時にねコーヒー入れてあげれたりとか、まあ、お水も入れてあげれたりとか、まあ、そんな風になってます。まあ、もちろんねこれあの市販の天然水を使用してるんで、あのちゃんと飲み水ですね。はい、でも下にはね一応そのいろんな、まあこういうなんていうんですかね、コーヒーの、予備をね置いてたりとか、まあ、そんなものがいろいろ入ってます。はい、で、その横ですね、まあ、こちらがパソコンデスクに、なるんですけども、まあ、これねあのデスクチェア、これも結構ね座り心地いい椅子なんですよね。はい、であとはこれですね、あの撮影スタンド、まあ、リングライトがついてるんですけども、まあ、これ使ってね YouTube とか TikTok の撮影ができたりっていう風になってて、あとまあ僕はあまりやらないですけどライブ配信とかもできますね。で、こちらですね、まあ、ここにモニターを置いてて、これね結構安くて1万5000円とか2万しないぐらいのモニターなんですけどがあって、で、まあ、パソコン自体はこれね置いてないんで、まあ、MacBook 持ってきてね、まあ、ここにつなげたりとかっていう風に使ってます。はい、で、この横ですね、まあ、ここにも一応タブレットとかスマホスタンドがあります。あまり使わないです。はい、でこっちにもあの偽物の観葉植物置いてて、でここにですねあの、まあ、充電器とか、あとこのモニターにねつなぐ線とかね、そういうものを置いてます。はい、で、こちらですね、このパソコンデスクの反対側、はい、ここに、まあ、ソファーとあとこの丸テーブルをね置いてるんですけど、まあ、ここはねちょっとこう休んだりとか、あとまあ少しこうこの子でね作業したりとかっていうのができるようになってます。はい、まあねちょっとね一周まあ見てみると、はい、こんな感じですね。はい、というこんな事務所になってます。はい、ということで今回は僕が新しく借りた新事務所を紹介していきました。まあ、小さい部屋なんで家賃もね結構安かったりするんですけども、まあ、今後ね法人登記する時とかに、まあ、うまく使えたらいいなと思ってます。まあ、撮影スタンドも置いてるんで、まあ、YouTube とか TikTok の撮影もしてみたり、あとはまあ商談スペースがねあるんで、まあ、商談の際に使ってみたり、まあ、そんな感じでね活用していきたいなと思ってます。全然ねビジネスのお話であればあのぜひ事務所招待しますのでご連絡お待ちしております。それでは今日の動画は以上となります。バイバーイ。